リチャード・ヤスイのベッケナーということで始まりました。明けましておめでとうございます。2013年最初のベッケナー、私ヤスイが担当させていただきます。で、もう早速お話ししていこうかなと思いますけども、ベッケナーですね。ギターを持ってきてます。これ実は、第2回のだ、僕の第1回のベッケナーで紹介してたギブソン・レスポールなんですけども、まあ、見た目からしてパーツがちょっと変わってるんですよ、ここ。今もし YouTube で見られてるんでしたら、関連動画とか、あとまあリチャード・ロのサイトから見ていただいてるんでしたらバックナンバーで第2回のを見ていただければ分かるんですけど、ね、こう黒と白のカラーリングに変わって、ここの部分ちょっとカスタマイズしました。で、ピックアップというパーツなんですけども、まあ、エレキギターにはすべてピックアップ。まあ、言うたらこれマイクなんですよ。エレキギターのね。で、このピックアップっていうパーツがね、どのギターにもついてるんですけども。まあ、なんと言いますか、ギターサウンドの、心臓と言いますか。これ一つ変わるだけで音がガラッと変わってしまうような、本当に、大事な部分なんですけど、それをちょっと実は乗せ替えまして。で、今、そうなんです。前に使ってたギブソンの、まあ、ギブソンギターですけども、ギブソンの、57クラシック、ね、紹介してましたけど、僕。その音もすごく好きなんですよ、今でも。すごく好きなんですけども、今この付け替えたピックアップも実はかなり気に入ってまして。でね、まあ、ぶっちゃけ言いますけど、実は2012年の年末ぐらいに、元のピックアップに戻そうかなって考えてたんですけど、僕カラーリングがどうしてもこのゼブラのカラーリング、黒と白のね、がすごく気に入ってるので、ゼブラカラーの、その57クラシックを探したんですけど、なかったんですよね。廃盤ではないと思うんですけど、ネットで探しても出てこなかったので、もしかしたら、カラーリングだけ廃盤とかそんななんのかなとか、ちょっとわかんないんですけど、まあ見つからなかったから、もうええやと思って諦めて、まあ結局、このままで行くんですけども。で、そう、このピックアップの紹介です、今日は。で、セイモア・ダンカンというブランドの、APH-2 という、まあ両方とも一緒なんですけども、ネック側とブリッジ側とで、N ってつったり、B ってついたりしますけど、型番はね、同じ APH-2 という、ピックアップです。で、何なんだそれはっていうとですね、実は僕の憧れのギタリストの一人でもあります、スラッシュのモデルピックアップなんですよ。だからね、これちょっと見せれないんですけど、これを分かって外して、裏側見ると、スラッシュのロゴが入ってるんですね。ドクロが、こんな、ハットかぶった、ロゴがこの裏側にちょっと見せれないんですけど、ついてます。スラッシュモデルのピックアップです。で、そのスラッシュ、昔から、使ってるピックアップが、そのセイモア・ダンカンの APH-1、1ですね。っていうのをずっと使ってたんですよ、スラッシュ。でも、所有ギター全部そのピックアップに乗せ替えてるっていうぐらい、彼のサウンドを支えてるピックアップが、そのセイモア・ダンカンの APH-1 だったんですけど、何年ぐらい前やろ ?3 年ぐらい前 ?4 年ぐらい前、もうちょっと前かな、に、そのセイモア・ダンカンとスラッシュが、共同開発って言ったら変やけど、ようやくそのスラッシュモデルとして、その APH-1 をちょっと改良して、APH-2 という商品、うん、パーツが作られて、で、それ以降はずっとスラッシュは APH-2 を使い続けてると。で、まあ、俺もスラッシュが大好きなので、音もすごく好きなんですよね、彼の、レスポールの音が。っていうのもあって、まあ、一回付け替えてみたんですよ。で、実は言うと、これとは違う、もう一本僕、レスポール一本持ってるんですけど、最初はそっちの方を付け替えたんですよ。スラッシュモデルの APH-2 って。それがあまりにも気に入ったので、これはいいぞと思って、こっちメインで使ってるレスポールの方も、こうやって乗せ替えたわけなんですよ。なかなかね、いいでしょう。さすがスラッシュって感じですけど、レスポールってどうしても太い音、ごつい音が、みんな好きだという方が多いと思うんですけど、スラッシュの音はね、結構、まあ多分聞いてくださってる方がいらっしゃればわかると思うんですけど、割と硬い音を出すんですよ、スラッシュって。高音が、こう、もうなんていうかな、エッジの効いたというか、シャキンとした高音の、でも低音もちゃんとしっかりとがっつり出してるという、本当スラッシュの音っていいなっていう音だったので、付け替えてみたらこれもそうなんです。高音がね、結構
ヒーターあたりのね、その高音がエッジの効いた音がガンってこう耳に入ってくるところがこのピックアップの特徴ですね。特にクランチサウンドが雑誌とかネットとか見てても評判良かったりするんですけど、僕やっぱリズマした音でもすごく好きですし、うん、使ってていいなぁと。ただね、一つ弱点を言うと、ピッキングハーモニクスがちょっと出にくいっていうのと、あとサステインですね、音のノリが自分が期待してたよりも、うん、ちょっと伸びないかもっていうのがあります。でもトータル的にかなり気に入ってるので、まあこれからもずっとじゃないかもしれない、また先みたいに57クラシックが好きだからって戻すかもしれないけど、うん、かなり気に入って使ってます。なかなかいい感じのビデオでわかるかどうかわかんないですけど気に入って使ってますんでね、なんかこうレスポールの音なのに高音がおっていう風に思われる方がいらっしゃれば、なかなか耳が超えてるなっていう感じですけど、はい、そんなわけで、手短ではありますけども、ざっくりと今使ってる愛用ギターの中でもそのピックアップというこのパーツですねを、簡単にですけども紹介させていただきました。というわけでマニアックな話ですけども、まあね、新年やからどうこうってあんま考えてないんですよ。なんとかしてこう自分の好きなものをこう時間内に喋らなければと思って、もうカツカツの状態になってますけどね、なんか必死になってますけどもね、はい、いっぱいいっぱいです。はい、というわけで今回のベッケナーは、セイモア・ダンカンの APH2 紹介させていただきました。また次回、こういうマニアックな話をちょっと考えてはいるんですけど、そろそろなんか適当な話もなんかいいかな、適当っていうか分かりやすい話もなんか持ってきたいなと思う、ちょっと今ネタを探してますので、また次回私のベッキーの時はよろしくお願いいたします。まあ次回はね、また下山さんの番なので、まあなんかまた面白い話をしてくれるのかなと期待しておきながら今日はここでお別れしたいと思います。リチャードローのギター担当安井でした。